本ツーン東京海外飛行士会の相馬と申します。このエコプチなんですけれども、当初使用済みの梱包資材を再生するというところで取り組みを開始しました。で、私たちの方はですね、使用済みの梱包資材を最初こういったビニール袋にしてですね、使用済みの梱包資材がビニール袋に変わったっていうところまでできたところですね。その時に川上産業さんと、一緒にやることができまして、エコプチ、このエコプチですね、エコプチを一緒に制作することができました。それでこのエコプチは従来のものに比べて、腰が強く、従来でしたら三重に巻かなくちゃいけなかったところが二重で梱包ができる、つまり腰が強いというところが最大のメリットです。それと原料が川上産業さんの方で、使用済みの私たちの梱包資材を使用していただいているため、原料が使用済み梱包資材ということでエコの取り組みです。このエコプチですけれども、使用済みの梱包資材を再資源化する過程で、私たちの方で自前のですねパッカー車、ゴミの収集車パッカー車でですね、使用済みの梱包資材を再生しております。この取り組みは私たちの拠点だけではなくてですね、社内の拠点を巻き込んでポリエチレンの再資源化に取り組んでます。実際に作業をする人たちにですね、テープのプチプチエコプチにテープのついたものを剥がしてですね、単一の資源にする、単一の素材にするというのは非常に根気のいる、年数のかかる、取り組みです。やはりテープがたくさんついていると取りたがりませんので、非常にその辺は苦労しました。で、何が成功のきっかけになったかというと、まず自分がやると、人にやらせる前に自分でやる、それにつきます。その上でですね、こういった素晴らしいエコプチといった完成品、これが成果ですので、成果をしっかり示してですね、みんなでこの取り組みを継続、どんどん推進するようにしていく、おります。私たちは日本ツーの海外引っ越し部門の中心におるんですが、海外引っ越しを終えたお客様から、海外引っ越しを終えるとたくさんの梱包資材がゴミになるという従来ご意見がありまして、こういったエコプチの取り組みはですね、使用済み梱包資材の再生の取り組みですので、お客様に非常に喜ばれております。自分たちがたくさん梱包資材を使っても、それがまた再生されているということで安心感を与えておりますので、ますますこれを私たちの視点のみならずですね、会社の中で広げていきたいと思っております。